今年9から10月に中国、広州でアジア競技大会が開催され、女子サッカーは日本が優勝した。同じアジアの韓国はベスト8、中国は日本に敗れてベスト4敗退となった中、中国大手メディア、総風は、日韓との差に目を向けている。動画、リアル少林サッカー、アジアで前代未聞の退場劇、レフェリーに猛タックル、レッドカードの瞬間、 中国と日本の差は拡大中。それは女子サッカーも同じ。このように見出しを打ち、日中間のサッカー状況について伝えているのは、中国大手メディア、総ー,ー、だ。中国は代表チームだけでなく、クラブレベルでも日本や韓国相手に苦戦している。日本や韓国はヨーロッパでプレーしている選手も多く、中国、代表チームが彼らに勝てないのは普通のことだ。 AFC チャンピオンズリーグ ACL に参加しているチームの一部は海外遠征への十分なボーナスを受け対戦相手にそこまで劣ることもないはずだ。しかし、アクルグループステージ第二節を終えて中国のクラブは日本と韓国相手に1分2敗だ。記事では、まずは男子サッカーの現状に言及。劣勢に立っていることを認めた上で女子サッカーにも目を向けている。ただ、 中国男子代表が日本と韓国と対戦する機会を手にする前に中国女子代表が男子のあだを打つことができるので中国ファンは特に悲しんでいない2022年の女子アジアカップでは中国が日本、韓国と破って優勝を果たしたもっとも日本と韓国との対戦は非常に難しいものだアジア大会の準決勝中国は U20 ベースの日本と対戦して敗戦 非常に見苦しいシーンとなった。中国男子と日本男子の差は歴然としている。では、中国女子と日本女子との差はどれくらいだろうか。差を測る物差しとして挙げられたのが、元日本女子代表監督の高倉真シ氏が率いる中国の上海農商銀行女子が、WE リーグの野島ステラ神奈川相模原とのトレーニングマッチ、45分ける2本、で19と大敗を喫したこと。 中国女子サッカーにとって世界のトップチームとの対決は貴重な財産でもあり、世界に目を向けなければ、ますます世界から引き離されてしまうだろう、と現状を受け止めていた。